サイドバックで目標にしてる選手って言いますか、怪我が早く治ることになると願ってますか。サイドバックで、それこそだから、山根選手とか、マリノスの小池選手とか、ああいう攻撃的な選手が結構見てるとこって、攻撃した時にもちろんボール取られたら攻撃してる分こっちから攻められることってやっぱあるんですよ。攻撃してるからサイドバックが前に上がるってことなんで、その時の対処法とかどうやって守ってるかとかは結構参考にしたりしてますね。どういうポジショニング取ってるとか、どういう時に内側取るとか、ちょっとそこはねいろいろ見てます。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。